ヘッドランプですね、 LED のヘッドランプとなります。もちろんですがね、レンズ割れ、そしてね、レンズ周り錆び付着ね、そういったもの特段ございません。そしてね、トップブリッジ、こちらもね、大きなね、白錆、点錆、そういったものございませんね。メーターカバーですね、こちらも転倒によるね、ケース割れ、そういったものございません。はい、ではですね、足回りですね、フロントオークとなります。こちらもですね、大きな錆び付着もちろん出ておりませんね。オイルにじみ、そういったものも出ておりません。北部ですね、こちらもね、大きな亀裂などございません。はい、フェンダーです。はい、こちらもね、転倒による大きなフェンダー割れ、そういったものございません。はい、ではね、足回りです。フロントにですね、大きなガリ傷曲がりもちろんございません。ブレーキはシングルディスクとなります。錆付着、キャリパー固着ね、そういったものと普段出ておりません。はい、ではね、最後回ってエンジンです。はい、V 型の2気筒エンジンとなります。ヘッドからの大きなオイルにじみなどね、ございませんね。エアクリーナーケース、こちらも転倒によるね、ケース、傷、そういったものと普段ございません。はい、そしてね、フレームです。こちらもね、転倒による大きなね、傷、もちろんございませんね。はい、ステップです。はい、こちらもね、オリジナルのステップとなります。もちろんですがね、転倒によるね、削れ、そういったものございません。はい、枕ですね。はい、こちらもね、ハーレーオリジナルのマフラーとなります。転倒によるね、傷などもちろんございませんね。サウンドは後ほどご紹介したいと思います。はい、そしてね、リア足回りです。はい、ハーレーといえばね、このベルト駆動となります。ベルト、そしてプーリーね、ともに大きな摩耗などございません。そしてホイールです。これもね、フロント同様大きなガリ傷曲がりもちろんございません。はい、ではリア回りです。はい、ナンバーフレーム付きとなります。そしてね、ウィンカー、リアもね、スモークウィンカーとなります。はい、シートです。はい、大きなね、破れ機で、ございませんね。はい、そしてタンクです。はい、こちらもね、転倒による大きなへこみ傷ね、ございませんね。はい、それではね、タンク内ご紹介です。はい、こちらもね、大きな作業職出ておりませんね。はい、それではですね、エンジン始動いきたいと思います。